たまります。朝ごはんを食べたいと思います。8時間ぶりですね。8時間ぶり、よく寝れましたか？トマト、トマトとパン。温めたから、トマト温めたから美味しい。うわ、夜勤終わって帰宅、お疲れ様です。一日が終わりましたね。おはよう、みんな、おはようございます。みんな早起きだね。朝早いね。おはよう。朝ごはんは食べましたか？みんな出勤早っ。早いね。何時に起きてるの？こんな早いってことは。私はパン、いただきます。うん、出勤中とかか。今日も一日頑張ろうね。ファイトファイト。おいしいパン、うん、今度食パン紹介とかしようか。食パンじゃない、パン。パン紹介とか、あの、私が昨日おすすめしてたパン屋さんのパンの紹介とかめっちゃ良さそう。あさってとかパン紹介しようかな。朝はパン派です。朝お米はあんま食べないかも。クロワッサンとかメロンパンとか。明後日しようかな、食パン紹介。食パンじゃない、パン。でも、あ、そうだね、朝。でも何ご飯になるんだろう。お昼にできたらいいよね。お昼ご飯でパン。でも朝からいっぱいは食べれないからきっと。まあ半分ずつぐらいだったら朝でいけそう、できそう。
はよう。それか夜だね。夜食パンいっぱい食べる。給食でパンって週何回出てた？2回ぐらい？わかんない。どれぐらいかな。ご飯大好きだったな、給食の。私はぶどうパンが大好きだった。あとなんだっけ。一番はぶどうパンで、次はなんだろう、キャロットパンが好きだったかも。うわ、そう、一緒だ。おはよう。みんな朝ごはんを食べましたか？私はカツサンド。揚げパンなかったんだよね。揚げパンなかった。うん。あ、なんかあれもあったな、コロッケとか自分で挟む系のやつ。うん、それも好きだったな。ラーメンとかあった？ラーメンなかった。ちゃんぽんはあったかも。学校の給食で好きだったのは、なんだっけ、あれ、トマト、ミネストローネめっちゃ好きだった。あと野菜系のやつ、サラダ系。サラダ系結構好きだった。きゅうりとか入ってるやつ。学校以外で食べたことないかも、そのサラダ。ちょっとお酢っぽい感じの。懐かしい、給食食べたいな。私牛乳大好き。給食って本当に美味しいよね。なんか給食のお店みたいなあったらめっちゃ行きたいんだけど。うん、給食食べれるお店あるんだ。うん、行きたい。福岡あるかな。うわ、七夕のゼリー懐かしい。ありました。クリスマスはケーキとか食べてたな。韓国は今日新しい iPhone の発売日、発売だよ。起きたら玄関に届いた。おお、めっちゃいいね。今日発売なんだ。 iPhone10 なんだろう、4とか。あ、意外とあるんだ。なんか牛乳ココアパウダーとかなかった？牛乳にココア入れてココア作って飲めますみたいな。あれも好きだったな、結構。暖かい、もうホットの季節です皆様、本当に
朝がさ起きれなくなるよね、寒いと。ミルメイク、そう懐かしい。なんかたまにスーパーとか売ってないかな、なんかたまに見かける気がする。コーン茶ってホットでも美味しい。え、めっちゃ美味しいよ、めっちゃ美味しいよ、ホット。この時期になると私紅茶とかにハマるんですよね、ホットの紅茶とか。だからなんかおすすめの紅茶みたいなのあったら教えてほしいな。今は蜂蜜紅茶飲んでる。美味しい、超美味しい。お、2位に上がった、ありがとう、ありがとうございます。朝から2位に上がっちゃいました、ありがとう。朝からありがとうございます。いいスタートダッシュですね今日の一日が。ちょっとリップ塗りたい。一気に血色がパッと明るくなりました。お、銀一のけんさん、クマありがとう。ミルクティーかレモンティーどっちですか。うわ、どっちも好きだけどレモンティーかなー。あ、これ好きな話じゃない、いい、もしかして。今飲んでるのは蜂蜜紅茶。アップルティー美味しいよね、わかる。なんか紅茶って匂いからあれされるよね、心がホッとします。え、今日の金曜ロードショーミニオンなの。絶対見たいんだけど、見れるかな、録画しとこう。ミニオン大好きなんですよ私。今日は多分夜に配信になると思います。夕方ぐらいに一回できそうな予感がしてて、夕方ぐらいにして夜だ、昨日と同じぐらいの時間でできたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。夕方は多分何時だろうな、分かんない、分かんなかった。イギリスで飲んだ紅茶が美味しすぎて、これめっちゃおしゃれ、外国行ってみたいな。韓国はあるんですけど他は行ったことないんだよね。イギリスとか行ってみたい、めっちゃおしゃれそうだね。そう、昨日もスタバ昨日飲んだんですけど、もうアイス頼んでたけど昨日はもうホットでした。もうホットのホットの季節でございます。はい、涼しくなるとレッスン着も長袖にするの。長袖だね、もう私は半袖全然着ないかも。でもレッスンとかだと暑くなるから半袖にパーカーとかって言ってる。昨日の ET さんまだお休みですか。ET さんはですね、あれあれ、あ、定位置に戻ってました。あ、まだ寝てますね、そっぽを向いてます。ベッドの縁に置いてるんだよね。あー、クマありがとう、ルンルンさん、クマありがとうね。私は好きな季節冬って言ってたんですけど、最近マジで秋に変わってるかもしれない。結構秋が追いついてきてます、私の冬好きを超えようとしてる。秋ってこんなにいい季節ということを今年初めて知りました。
なんでだろう、今年の方が秋を満喫してるからかな、わかんないけど、まあ、秋すぐ終わっちゃうよね。もうまだ終わってない。さ、秋ってほんと美味しいよね。去年はね、秋何食べ、梨とかめっちゃ食べてたかも。あれ夏だっけ、忘れちゃった。紅葉とかね、行きたいな。去年行ってない。秋短いよね。もうちょっとな長くしてほしいな、秋。11月なんだ、紅葉。行きたいな、めっちゃ見に行きたい。あの、もうね、想像してる今。めっちゃ秋服、白いニットとか着ていきたい。それか、ブラウン。紅葉に合わせて、ブラウン。馴染み込もうかな。ブラウンの、ブラウン系の洋服とか着ていったら絶対可愛いだろうな。馴染みそう、紅葉に。行けたらいいな。京都ね、行ってみたい。私も京都はね、修学旅行で行ったことあるけど、あんまりそのあれだ、集団行動みたいな感じだったから、めっちゃ行きたい。ゆっくり回りたい。お寺とか行ってね、着物着たりしてみたい。いつか京都に遊びに行きたいと思いますので、その時はよろしくお願いします。京都の皆さん、京都から見てくださってる方いるのかな、おすすめとかその時は教えてくださいね。ああ、お、ペンライトありがとう。旅行行きたいな。私沖縄に行ってみたいんだよね。ずっとずっとずっと言ってる。これは沖縄行ったことがなくて、沖縄に行きたいんだけど行けてない。夏に、え、今の沖縄は暑いのかな。京都の帰りにはぜひ大阪にも、大阪めっちゃ行きたい。大阪はイベントで行った以来行ってないんですよね。あれ何月だった、夏フェスで大阪にね行かせていただいたんですけど、あれいつだ、8月だよね多分。7月、7月だった。もうそんなに経つんだ。2ヶ月経ってる、約3ヶ月ぐらい。7月にイベントで行ってから行ってない。ユニバーサルスタジオジャパンにとっても行きたいです。私大好きなんだよね、ユニバー。北海道行ったことない。一人まるまるどこまでできる？カフェは余裕でできます。一人カフェ行ける。一人ご飯？うわ、ご飯はまだ行ったことないですね。できると思うけどしたことない。一人映画もないなあ。一人映画も行ったことない。一人カフェぐらいしかしないかもしれない。一人ラーメンもないね。一人旅行は
ないけどできないかも。悲しくなっちゃいそう。一人だと人といるのが好きだからさ、あんまり行かないかも。一人焼肉ないね。一人ランチないかも。ないね。ない気がする。うん、ショッピングも誰かと行く。ショッピング、うん、一人で行くときはプラッと見るぐらいかな。私は人といるのが好みな方だから、ご飯とかも誘っちゃいます。みんな友達とか誘って、メンバーとか誘って行っちゃうタイプだから、一人まるまるは一人カフェぐらいかな、やったことあるのは。でもどんな感じなんだろうね。一人ディズニー行ったことある。おお、一人ディズニーいいね。なんか満喫そのなさそう。気使うとかないからさ、多分めっちゃ満喫できそうだね。東京とかに住んでるとさ、ディズニー結構みんな行けるじゃないですか。距離的に福岡からよりはめっちゃいいなと思っちゃう。なんか夜ご飯食べにディズニー行こうとかあるのかな。めっちゃいいよね。なんか私とかはその旅行で行くから時間が限られてる。その1日のこの時間みたいな限られてるから、もう乗り物も私結構好きなタイプだから、並んでもう時間いっぱいいっぱい乗り物並ぶみたいな感じだけど、そっち方面に住んでる方はさ、行きやすいよね、その距離的にも。今週の休みはアトラクション並んでみたいな、来週はちょっとご飯メインでとかさ、できそうだから、めっちゃ近くていいなって思っちゃ、憧れちゃいますね。なんかさ、高校生の子とかがさめっちゃいて、この前行った時なんかめっちゃいいなって思って、放課後とかにさ、放課後何するとかなって、でちょっとディズニー行かないとかさ、めっちゃ憧れる。いいよね。距離がさ、電車で行けたりするじゃん、めっちゃいいよね。福岡では放課後どんな遊びをするの？福岡では天神とかかな、多分。結構天神に JK いっぱいいますね。プリクラ撮ったり、結構食べ物屋さんとかもいっぱいあるから天神にいると思います。私も天神行ってた。天神コア懐かしい。天神コアもうないよね。天神コアもうないですよ。え、コアないよね。え、天神コアだっけ。ないよ。天神コアは3年前にね閉店したんだよ。閉店して今新しい何かができてる。そう、結構ね福岡なんかね変わってるよ、街。天神の方もさ、ビル、いろんなビルが結構変わってる。
替え中。コアよりもビブレやばい、懐かしいビブレ私めっちゃさ、あ、コアめっちゃ行ってたね、学生の時、中学生とかかな、中学生ぐらいの時行ってた。コアプリクラとかさあったり、洋服屋さんとかさあったからめっちゃ行ってた。コア懐かしいよね。お、ありがとう。あと3分だ。早い。30分。みんな朝からありがとうね。福岡の渋谷だな。あ、確かにそうかも。渋谷、福岡の渋谷が天神って感じだね。30分あっという間だったね。じゃあランキング見ます。13位にしくんさん、11位えみじーさん、10位みのるさん、9位デルファイさん、8位ルルルルルルルさん、7位808さん、6位ゆうきさん、5位ゆずこしょうさん、4位やまちゃんさん、3位いさおさん、2位銀一のけんさん、1位ルンルンさん、ありがとうございました。朝からありがとう。今日も一日頑張ってくださいませ。ショールームの通知と X の通知をオンにしてくださると嬉しいです。このあと夜というか夕方の配信は何時になるかわからないので、コンサートの準備があるので、なので配信するよってなったらツイートするので、皆さんぜひ通知オンにして待っていただけると嬉しいでございます。よろしくお願いします。ありがとう。今日も一日頑張ってね。バイト、バイト。ありがとう。頑張ります。私も。いってらっしゃい。バイバイ。あと20秒。ありがとうね。また夕方かお昼かわかんないけど、また会いましょう。じゃあね。ありがとう。バイバイ。